ドーズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ。そしてお疲れ様です、ネコマおじさんです。ドーズルです。今日はですね、男3人やることは一つですよ。おトロ揚げでございます。ね、はい、男3人集まったらね、私たちはね、もう深夜に今トロ揚げを3人でやっているというところなんですけれども、はい、私なんと最多トロフィーリーチでございます。あざます。来ましたね。来た、これ。6417。あと4で更新。あと4。勝てば更新。4上がればいいですね。あと4上がればいいですね。3とかあったらね、きついから。3はない、3はない。万が一だから、万が一だから、まあ、勝てばもう更新なわけですよ。今日はちょっと、もう真剣会ですよ。おふざけなしで。わかりました。じゃあ、僕らも。僕らも真面目にやって。もう絶対ふざけないように。絶対に笑わかせないです。でも笑わせない。本当に真剣にいきますから。応援しかしない。よろしくお願いいたします。いつも使ってるゴレ、ライトニングドラゴン型のゴレですね。なるほど。はい、よろしくお願いします。ライトニング型攻めの呪文がないのがね。そう、はい、その代わりライドラをうまく使えばかなり強いデッキです。確かに確かに、はい、ちょっとの削りができない。そうそうなんですよ、ここは本当それ、うん、あのダメージ呪文がないんでね。いきます。マイルいった、いった。マーカスクラ対戦、やばいっすね。やばい、もう野蛮なクランかもしれない。よくないよくない、やめなさいやめなさい。血に飢えてる、血に飢えてるじゃない。こっちもその気でいかないと。宮本武蔵かな、うん、確かに。やる気でいくわ。なんですかこれは、枯渇じゃないし、プリンセス、確かに。バルーン、バルーン、あ、違う、オリジナリティか。オリジナリティ枯渇。うわ、インフェタワーが目の前からこんにちはした。クロス、え、でもバレル飛んできたよ。バレル飛んできた。もう枯渇でしょ。ちょっと思います。おー、枯渇のオリジナル戦術です。オリジナル枯渇、ナイトではない、ナイトじゃない枯渇でしょ、まあ、とはいえ、うん、いやっすね。ただな、なんかインフェルノタワーがあるのがちょっと異次元ですね。結局いや、まあ今こう丁寧に、そう丁寧に行くしかね、対応できてますね。さあ一気に来た。剣武起動しながら隠れて落ち着いて、もうダメで、これは枯渇で剣武起動だいぶでかいですよ。ただね、やっぱインフェタワーがあるからこっちも突破できないですよね。そうですね、そのテンプレの枯渇じゃない相手のデッキがちょっと不気味ではありますよ。だいぶ出たかな。おいしい、おいしい、おいしい、うんうんうん、一発マルカが出て、あとロケットが出た。呪文がまだ打たれてないですね。ナイトの代わりにアイゴレだったみたいな。アイゴレっぽいですね、そんな感じですね、うんうん、フキアが入ってて、フキアが、そうだそうだそうだ、枯渇すぎてまんまずないねえ。右にアイゴレからの後ろ目さあ見えている。あ、見えてますね、見えている。メガネもちゃんとかけてる。確かに、なんでそういうコメントわざわざ挟むんですか。この家の弾はどうやって突破するか。呪文が見えてないのが怖い。確かに、マルタ、マルタロケか、ロケ、マルタロケ、ベビドラ入ってる。ワンチャンある、ワンチャンある。ベビドラいいよ、ベビドラ炎、ベビドラ炎いいよ。入ってる、入ってる、あるあるある、入ってるよ。さらにダックプリ、あ、さすがに、さすがに、うんうん、そして相手のタワー、いいよ、あー入るか、数字がいい、数字がいいわ。あ、それちょっと一線超えた。もうちょっとね、今のはアウト、今のはアウト、マジで。何が、何が、一線超えてる。右っす、右のこと言ってる。297号、297号、いいな、いいな、好きな数字、好きな、好きなんですよね。1975、まあまあまあ、信じようかな。好きなんですよ、はいはいはい、そうか、最多かかってるしやめんな。はいはいはい、こっちのセリフよ。さあこれはローリングママランでインストしていく。お、うまい、相手のもうまいぞ。いやー、このスキアゴブリンが、うーわ、うまい、これね、ロケットだ、うまい。あー、きついね。そうっすね、
さあこの頃に全てをかけて見えている、いいですね、後ろ見えている。枯渇でこのロリババを使うのはあれだけど、ちょっと怖いとこありますが、怖いとこありますが、いや、うまい。いや、ある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 あやりました。ついに過去の自分を超えられた、うんうん、いやーもうほんとずっと超えられなかったんですよね、うん、前回の前シーズンも実は6421だったんですよ、はい、あ、ぴったり同じ、ぴったり同じで一勝すればっていうところまで行ったんですけど、前シーズン行けなくてやりました。もうね、僕は貪欲なんで、もう一戦行きます。もう一丁か、おかわり、おかわり行きます。さあ来ました、令和のおかわりくん。令和のおかわりくん、令和のおかわりくんはやばい、どつごり、令和のおかわりくんでどつごりくん、あ、そういうことか、知らなかった。あれはでも相手アンドリューだからな、アンドリューハートついてますよ。アンドリューハート、ハート、ハートだな、怪しいな。あれ何、迫撃ジャイ、ジャイ、このジャイ何、プリプリか、昔流行ったやつ、プリプリの、いや違うな、よくわかんない。あー終わった、これは終わった、正解はスケダシ、これはちょっとね、終わった臭い、これは止まらない、終わったも TV 説、止まらない、リババもないし、そう、これちょっとね、終わったも TV 説が、終わったも TV、オワタンゴ TV、 オワタンゴ TV、 ここでオワタンゴ TV さんは何でもいい、いやここでもう大逆転、カウンターが、いやーでもね、きついきつい、オワテナンゴ TV、 いや結構オワタンゴ TV だと思う、無駄が噛み合ってないですか、噛み合ってなかったですね、無駄とかいたらな、ワンチャンまだまだ、でも全然スケラは1本落とせばワンチャンあるから、確かに確かに、でじっちゃんが言ってた、諦めないでと、きついなー、でもまだ終わってないんごよ。そういう、うんごになっちゃう、うんごが入っちゃいますね、いやきつい、でも本当に、うん、アンドリュー、アンドリューやるな、アンドリューやりますね、アンドリューじゃ、あ、アンドリューだ、え、アンドリューじゃないですよ、アンドリュー、そう、なんか、ノリに乗ってきた、アンドリュー、ちょっとボンさん、ノリに乗ってきた、深夜テンションが過ぎる、すげえなんか、はい、生き生きしてる、イキイキしちゃってるな、はい、イキイキしちゃってますね、あるよ、いやきつい、あるよって逆でしょ、相手、今の相手を応援してた、あおりあおり、あおってるな、あおってあおってあおって、マジであおられる、あおってない、あおってない、あおってない、ボンさんマジ試合見てないでしょ。いい、いいっすよ、いいっすよ、そう、僕一人だけ多分今左上のベビドラ見てたんですよ、はいはい、あー、左上、私そう活躍してましたね、そう、すげえ、うん、短期であそこまで消してんのよ、終わった、あぶね、肉残し、まあまあまあ、ガンガン来るな、それでもこれによって、ちょっとそれはお前やりすぎやぞ、いくか、いくか、頑張れ頑張れ頑張れ、ワンチャンワンチャンある、ワンチャンワンチャンあるか、ある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 いい、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 あ、来た、どっちだ、どっち、どっち、どっち、帰る、はい、惜し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 いな、今、ロリババ防衛で使ってたらワンチャンあった、あった、あった、アンドリュー、いい試合だったな、やるね、アンドリュー、アンドリュー、やっぱ勝負師、勝負師、アンドリューなのか分かんない、アン
ントリューすげえ、めちゃめちゃいい試合だった。めちゃめちゃいい。めちゃくちゃいい試合。嘘でしょ、もう一試合。ラストいきます。はい。お願いします。びっくりした、今の。これはやばい、もしかしたら最多、これでちょっと更新するかもしれない。ありえます、あります。全然あります。よし。びっくりした、今の。ね、もう撮影してるのが深夜だから、もうちょっとテンションが上がりすぎた。ごめんなさい、ごめんなさい。近所のみんなごめん。そうっす、深夜テンションになってたわ、俺も。いや、にしてもね、今の興奮するのは無理よ。無理よ、無理無理無理。興奮しちゃった。する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 。今のはする。していい。していい。興奮していい、今のは。していい。いやちょっと枯渇、ちょっと調子乗らん。さっきからね、ちょっと気持ちが大きくなっちゃってるから。あ、今はそうですね。丁寧にいく、丁寧にいく。これ出さなかったのはいいですね。そう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 。なるほど。あ、ベビードラ、ターゲット。まあまあ、とはいえ全然悪くない。悪くない。まあ、よくはないけど。まあまあ、いいんです、いいんです、いいんです。1分まではいいんです。いいんです。インフェルノタワーでがっかりしてるようじゃ、もう、ゴレ使いとしてはダメっすよ。まあ、そりゃそうだし、はい、そんなこと言ってたら、もう日常茶飯、うん。ねえ、そりゃそうだ、もういつも待ち構えてます、ね、そういうことです。いつも。しかし、インドラから完全にみんなインフになりましたな、インフェルノタワー。インドラはライドラに弱いんですよ。はいはいはい、はい、うん。だから、今、ライドラが増えてきてるから。もうレベル低かった説。12でしたね。12か。12だとワンパンなんですよ。うんうん、よし。あ、いや、ここで使っちゃダメ。ごめん。これ見なかったことに。モザイクかけます。バレてバレてないけ、バレてないけ。モザイクババリア。モザイクババリア。はい。あ、まあ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 、いやでもちょっと微妙だな。きちい。ああでも。これで相手がインフェを舐めた位置に置いてくれたら。誰とでもドラゴンで。しかもランバーも外した。おお、お前ら。ただドラゴン部隊が2人、右へ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 。今のはバカ、今のはバカ。ちょっと待って、行って行って、今のロケットミスター行ってくれ。頼む頼む。神様、神様、神様。ただ、ミスターの相手のロケットとこっちのドラゴンも勝手にミスっていく。謎に、ね。操縦不能でしたね。操縦不能すぎるだろう。これがあるから面白い。確かに。さあ、知ってみたのを、今からロケットをユニットで処理していく。外した外した外した。そんなことある？このトルタイで2回も外すなんて。ただ次のロケットで落ちます。点点次のロケット回ってくるまでに。いやいや、回させねえよ。軽い相手の道は軽い。右は大丈夫だよ。右は大丈夫。右よりもロケットの方が大事。熱大事、熱大事、熱大事。次は多分次の。いやいや、この次、この次、この次はロケット、この次はロケット、ロケット飛ばされる前に。いけるいけるいける。配慮するとね、ブレスになる。配慮するとブレス。シューシュー言うしかないです。ありがとうございます。こっち、お、6444ということで、これは更新にはならず、ならず、はいはい、まあまあまあ、ということで、ちょっと今シーズンはね、最多トロフィーまだでも1週間以上ありますから。そうなんですよ。確かに。この後もゴリゴリトロが上がって、うん、行きたいなと思いますので、皆さんも一緒にね、最多トロフィーを、ガンガン上げていきましょう。ありがとうございます。ということで今日は最多トロフィーを、ガンガン上げていく回でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あの深夜にね、3人集まって、っそうっす、修学旅行みたいな。確かに。テンション上がりすぎちゃった。先生に怒られたみたいになっちゃってますけど、はい、また引き続き皆さん、ね、他の動画も見ていただければなと思います。最近毎日、クラロワ動画はいろんな動画上がっておりますので、ぜひ他の動画も見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしく頼むぞ。